1841年に描かれた第二代、ゼットランド博トマス・ダンダスの肖像、第二代ゼットランド伯爵トマス・ダンダスは、イギリスの貴族、政治家。1795年2月5日、第二代ダンダス男爵ローレンス・ダンダスと、その妻ハリオットの間の長男として生まれる。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジへ進学。 1815年にマスター・オブ・アーツの学位を取得。1818 18年から1830年まで、リッチモンド選挙区。1830年から1832年まで、ヨーク選挙区。1835年から1839年まで、リッチモンド選挙区から選出されて、ホイック等の庶民委員を務める。1839年2月19日に、父が死去し、 第2代ゼットランド伯爵位を継承し、貴族院議員に転じた。1839年から1873年まで、ヨークシャー、北リディング知事を務めた。1844年から1870年にかけて、フリーメイソンのイングランド、レンゴングランドロッチのグランドマスターを務めた。また、競馬では、ジョッキークラブのメンバーであり、1850年の ダービーステークスやセントレジャーステークスではボルティジュールで優勝を果たした。1873年5月6日に死去した。子供はなく尺位は、おいのローレンス・ダンダスが継承した。ローレンスは後にゼットランド公爵に助せられることになる。1823年、第6代順男尺、サーヘッドワース、ウィリアムソンの娘ソフィアと結婚したが、子供はできなかった。 ありがとうございます。